はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。先ほどというか今しがたメンテナンスが明けましてログインしてみたところ、この画面が登場してきました。ついに来ましたね、情報修正。はい、先月の5周年の生放送の時に発表されて、今か今かと、まだかまだかと待っていた情報修正3機体の登場です。はい、まあ、登場というかね、修正完了でございます。シャーゲル、テンキラ、そしてジオ覚醒、この3機体ですね。僕はシャーゲルとテンキラ持っております。ジオ覚醒は持っておりません。で、同時にね、このガシャも開催ということで、5周年記念ユーザーアンケート第2弾、能力強化機体ピックアップガシャ。はい、で、おー、なんかすごいね、能力強化って真ん中書いてあって、で、左下、超越の証付き。なるほど、ガシャ引いた時点で超越の証がついてくる仕組みってことかな。初めてですよね。あのリポイントガシャだと、まあね、あのプレミアム指令購入したらそういったことがあるんですけども、普通のね、こういったガシャだと初めてなんじゃないですかね。で、星音確率超アップ、特定機体の排出時星6アップグレード済みだと超越の証のおまけ付き、設計図3倍、リポイント2倍。うん、あ、この3機体以外の、特定機体の排出時星6アップグレード済みだと超越の証の負け付き。あ、なるほどね、考えましたね。なるほど、あー、なるほどね、星6状態だと超越の証がついてくるってことか。で、星6じゃなかったらいきなりアップグレードするのかな、どうかな。まあ、その辺はまだ詳しく見てないのでわかんないんですけど、あ、星6状態でもお得なガシャが来ましたね。ね、設計図無駄に、ただ無駄になっていた今までなったんですけど、これはね、ありがたいですね。超絶の証がついてくる。おお、これは非常にお得なガシャに思います。なので、あの、シャーゲル、テンキラー持っていても、星6にしていても、僕ね、あの、引いていってもいいですね。うん。超絶の証がもらえると。で、僕、テンキラーの専用の超絶の証持ってないので、まだ星6なので、これは引きに行ってもいいかもしれませんね。うん。はい、というわけで、長々喋りましたけど、まずはこの3機体の情報修正をチェックしていきたいと思います。今回はね、しっかり情報修正前のスクショも全て残しております。はい、なので、完全網羅といった感じの動画を出していきたいと思います。では、機体画面いきましょう。はい、というわけで機体画面やってきました。でね、あのシャーゲルが1ページ目に来ております。総戦闘力が最も高い機体たちが集まるこの1ページ目にね、食い込んでおります。メンテ前はね、確か2ページ目もしくは3ページ目でした。はい、3ページ目だったらかなりステップアップを果たしてますね。はい、ではね、早速見ていきましょう。まずは僕の所持機体のシャーゲル、そしてテンキラーから、で、シャーゲルから見ていきたいと思います。ではね、修正前後チェックしていきます。はい、ではお願いしますね。何をお願いしますなのか、紙修正ですよ、紙修正。はい、で、メンテ前の総戦闘力、僕の機体の総戦闘力が11638でした。なので、12094。なので、450上がってますね。かなり上がっております。はい。では、マックスステータス。いきましょう。修正前、修正後、両方、言及していきます。修正前。総戦闘力12,36、それが修正後16,65ということで、400上がってますね。400以上上がってます。で、HP 37,632が変わらず、HP は変わらず。で、攻撃力2,354、それが2,425なので、100はいってないですね。75とか。で、防御力2,408が変わらず。あ、なるほどね。攻撃力が単純に底上げされたみたいです。はい。それではね、注目の必殺技見ていきましょう。はい。ビームなぎなた連撃。ね、後方単体攻撃ですね。で、違いなんですけど、ちょっと待ってくださいね。情報修正前、情報修正後。あ、なるほど。チェイン攻撃が加わってます。で、チェイン攻撃が加わってるのみですね。うん、他は変わりないです。はい、単純にチェインがプラスされてます。で、威力が
修正前14000、修正後11,169、150ちょっと上がってて、で追撃が 250% だったのが 300%、50% 上昇しております。で、それだけですね、情報修正前は。で修正後にチェイン。で上昇率 4%×1 チェーン。4% チェーンって初めてじゃないですか？あれか、チェインバーストとかだと 20% とかあったのかな。だからチェインバースト以外のチェインだと最高の数値って 3% じゃなかったかな。なので最高数値来ましたね、 4%。 多分ね、チェインバースト以外で 4% は見たことなかった気がします。はい、ということで、まあ単純にダメージが底上げされた感じですね。チェイン加わって、で追撃のパーセンテージが上がってといったね、まあもともとね、ダメージを出せるね、ダメージ軽減無効攻撃もあったの で追撃もあったのでといった必殺だったのでね、出た当時めちゃくちゃ猛威を振るいましたよね、パリーと合わせて。ただ今の環境どうかなっていうのがね、必中がない、必中がない、ここ必中あったら完璧だったね。必中がないのが、この感じだとちょっと自衛用になるのかなって思うんですけど、どうでしょう。はい。はい、それでは続きまして、第一スキル見ていきましょう。パリですね。前衛パリだったんですけども、はい、戦闘式。あれ、この感じ変わってないか？変わってないっぽいぞ。あら、これ変わってないですね。あ、残念。なるほど、完全に火力だけ底上げされた感じかな。いやー、これいっそのことね、全体パリーとかにね、前衛を全体にするだけでもかなり変わったと思うんですけど、いやー、何もないっすね。はい。あー、もしかしたらエース必殺のあのパリーの方がなんか変化してるのかな。はい、ここは何もありません。では第2スキル、ビームライフル。ここは、威力3507から3565、まあ、50ちょっとアップしてます。で上昇率が 30% から 60% 上がってます。これはまあまあ上がりましたね、 30% といったのみですね。はい、なので単純にパーセンテージ、バフのパーセンテージ、そして威力が若干上がったという。なるほどね。まあここ微妙ですよね。ダメージ軽減無効でもないですし。はい、では第3スキル、キック。ここ変わってますね。スタン耐性解除、そしてビーム防御上昇解除、この2つが加わっております。はい、なるほどね。耐性解除からのスタン付与はいいですね、まあ単体ですけど。で防御バフ解除、ビーム防御バフ解除、威力が3804から3867、まあ、同じように50ちょっとで、あとは変わらず。はい、なので解除が2つ入りました。スタン耐性解除からのスタン付与は良いかなと思います。はい、で最後第4スキル、ビームなぎなた。ここは単純にチェインが加わった感じですね。威力3190から3243。ここは結構上がってますね。250。上がってます。で、他は変わらずですね。確率も減少率も変わらず。で、単純にチェインが 3% チェインが加わってます。スキルで 3% ででかいですね。このゲルググね、チェインのパーセンテージはでかい機体ですね。3%、そして 4% と。はい。なのでまあ見た感じ、まあ単純に火力が底上げされたっていう、そんな情報修正ですね。これはちょっと残念な修正ですかね。この必殺ね、ここに必中が加わっていたらね、評価かなり変わったと思うんですけど、必中が残念ながらない。そしてこのパリーもね、何一つ変わってなかったので、ここも残念ポイントですね。火力自体はね、底上げされてるんですけど、結局ね、当たらなければどうということはないってね、この登場者も言ってますしね。必中欲しかったな。ね。
まあ、もしかしたらエース必殺の方が結構変わってる可能性の獣かもしれないので見ていきましょうか。はい、ではいきます。はい、こちらですね、タグ、違い探していきます。あ、追撃ビームダメージ軽減無効が入ってます。なるほど、軽減無効追撃、そしてあとは変わらずか。なるほどね、追撃ビームダメージ軽減無効が加わってます。で、効果値、威力が3288から3342に、まあ、50アップ。で、発生確率が完全に 100% に修正されてますね。以前はデバフ 80% でした。パリは 100% で、減少率変わらず、持続時間変わらず。なるほど。で、追撃、今回加わった追撃 300%、まあ、追撃の値はね、でかいので、当たればね、すっごいダメージ出せそうで、これ全体、あ、全体攻撃ね、全体攻撃の軽減無効追撃で、さらにダメージ軽減無効攻撃、あ、なるほどね、はいはい、実弾に対してってことかな、思ってるので、当たればかなりダメージ出そうなんですけど、追撃 300%。 ただね、まあ必中がない、まあ全体必中はまあなかなかないから仕方ないかもしれないんですけど、まあこっちの方が使えるかな。うん、全体攻撃なので誰かしら当たるね場合があるので、みんながみんな分身を持ってたりする編成でなければね。はい、ということで、まあエース必殺はまあありな修正だったんじゃないですかね、はい、と思います。まあ、やっぱり通常必殺の方がちょっと残念だったのかなと。まあ、4% チェインっていうのはねすごいんですけど、まあなので、まあ、分身編成とかそういった編成ではない編成にねぶつけていきましょうといった、そんな期待、それがシャーセンオゲルグでございます。はい、ではね、続きまして第2の期待、テンキラ見に行きましょう。はい、まあこのシャーゲル僕的情報修正評価はまあ S から E ぐらいまであるとして、 C かな、シャーの C BC ですかね。ちょっと残念。はい、ではね、テンキラ見に行きましょう。テンキラどこかな、あ、ここね、4ページ目、確かメンテ前は5ページ目もしくは6ページ目にいました。はい、なので上がっております。ではオープン。はい、修正前の総戦闘力13,13が11,083、あ、700、800近く上がってますね。まあ、テンキラーの方がね、かなり古いですからね。あの、今回の3機体の中で最も古い機体になります。はい。なので、まあ、上げ幅も大きいといった感じですね。では、マックスステータス。総戦闘力、9,841が16,611。はい。800上がってますね。はい。そして、HP、33,105、36,284、3000上がっております。で、攻撃力、2,175、これは変わらず。防御力、2,721、2,862、150くらい上がってますね。シャーゲルとは対照的にね、あの、耐久面が底上げされております。はい。では、通常必殺見ていきましょう。通常必殺あんまり使ったことないんですけど、基本エース必殺での運用になるので、はいはい、どうかな、あ、結構変わってる。あ、なるほどね、ブロック、ビームダメージブロック、実弾ダメージブロックが追加されたって感じですね。あとは変わらず、はい、ん、変わらず、いや違う、あ、すごい。あ、これは大幅ですね。HP 回復が通常必殺にも入りました。これまで継続回復のみだったのが、ダブ、すごい。HP 回復プラス継続回復のダブ。お、これはかなり神修正なんじゃない？威力、変わらず。で、
ダメージブロック1万以下、ダメブロの量がちょっとしょぼいですね、最近にしては。通常機体のケルディムはね、スキルに1万5000のダメージブロック持っていますからね。一冊で1万以下か。ちょっとダメブロはしょぼいですね。合ってないようなもの。で、回復量 30%。これはエース必殺のあの回復と同じかな？確か、修正前の。で、継続回復、1% 2秒だったのが、3% 1秒になってます。どうだ。まあ、2% が 3% になった感じ？回復。まあ、若干上がった。うん。で、回復回数10、ああ、なるほどね。うわ、すごい。なるほど。20回。10回が20回になってる。あ、これはすごいな。ってことは、1秒20回でしょ？ 3%。60%。60% 回復する。で、さらにHP 回復で 30% 回復するから、まあ、20回、ね、全部20回達成したら、90% 回復するってことですね。実質。なるほどね。これは回復、あ、さすが回復機体。ね。回復がかなりの情報修正でございます。これは神修正と言っていいかもしれませんね。で、もともとクリティカル無効も持ってましたし、ここ優秀ですよね。で、一応ね、ダメージも、まあ、一応与えていくと。これは、現時点でナンバーワンの修正かと思います。はい。いや、これは来ましたね。テンキラが今回の当たり期待かな？もしかして。やはり運営はシード推しなのかってね。はい。それでは、第一スキル見ていきましょう。ほい。ミサイル&レールガン。ここは、なるほど。実弾攻撃低下が加わってます。はい。それまではビーム攻撃低下のみでした。で、威力768変わらず。で、確率減少も変わらず、持続時間変わらず。あ、なるほどね。単純に実弾攻撃デバフを入れただけですね。まあ、ここはしゃあないか。まあ、必殺に尽きるかな。テンキラはもしかして。はい。で、第2スキル。ビームランチャー&大型体感刀。ここは一切変わっておりません。はい。テンキラはスキルはもうないようなものかな。情報修正。第3スキル、戦闘支援。ここね、もともと優秀だったんですよね。負荷耐性付与が。なんか加わってるぞ。あ、回復負荷耐性付与が加わってます。はい。で、他は確率上昇持続全部変わらずでございます。単純に回復負荷耐性付与といった。まあ、もともと優秀だったのが、さらに優秀になったといった感じですね。はい。で、最後、第4スキル。回復支援。ここは、あ、なるほど。あ、やっぱり回復がすごい変わってますね。回復がかなりの修正されてます。味方単体だったのが、味方全体、大きく変わってますね。で、あとは、解除が加わってます。ビーム防御低下解除、実弾防御低下解除が加わって、そうか、今までは、そう、単体で、一番低い味方、HP が一番低い味方と、もう一体ランダム、2機体の回復だったんですね。まあ、それがもう味方全体、ガツッと回復していくと。で、なので他は変わらずか。HP 回復、EN 回復上昇。で、数値的なものも変わらずですね。はい。なので、単体が全体になって、で、プラス解除、デバフ解除が加わった感じでございます。いや、これもかなりの必殺同様、かなりの修正なんじゃないですかね。なので、テンキラ入れるとめちゃくちゃ回復しますね。この第4スキル、そしてこの必殺。この必殺、すごいよね。
90% 回復か。まあ生きていればなんですけどね、継続回復なので。まあでも最初にね 30% 回復してくれます。はい、ではね、注目のエース必殺見ていきましょう。テンキラーを使う最大の理由はこのエース必殺ですからね。はい、なのでこのエース必殺期待しております。では見ていきます。ほい、はい、こちらなんですけども、さあ何が変わったのか、タグから結構増えてるね。少々待ってください。増えてるというか、あ、なるほど。味方全体だけだったのが、味方単体への効果が増えてます。で、ビーム攻撃が一番高い味方、EN チャージ。なるほど。EN ゲージ回復プラス EN チャージっていうのもなかなか珍しい。初めてですかね。ゲージ回復、そしてチャージも、もう一体にしていくと。面白いですね。で、効果値。はい、効果値。威力は変わらず。で、回復量。あ、回復量。HP20% だったんだ。情報修正前。あ、なるほど。なら、通常必殺すでに上回ってますね。30%。で、20% だったのが 30%。通常必殺と同じ。で、EN ゲージ回復も変わらず。これは変わらず 40%。で、EN チャージ 30% が加わっていると。これは、どうかな。まあ、回復量が 10% 上がって、さらに EN チャージが 30% 加わったと。通常必殺に比べるとそんなに変わってないですね。まあ、ゲージ回復プラスチャージっていうのはね、70% か。なるほど。スノホアか。スノホア級に単体にチャージを入れていくと。まあ、そう考えると強いかもしれないですね。まあ、これは悪くない修正なんじゃないですかね。通常必殺ほど大幅ってわけではないけど、まあでも、EN チャージが加わったのでかいかな。で、終わりか。はい。というわけで、テンキラー、必殺両方ともで、特に通常必殺かなり、大幅な修正と化しております。で、エース必殺もね、なかなか良いので、テンキラは当たり修正ですね。ゲルググに比べると全然当たりですね。はい、なので、まあ情報修正評価、目的評価は Sではないけど A かな。A 評価です。はい。シャーゲルが C 評価。テンキラは A 評価でございます。はい。これはいいですね。これは超越させていかなきゃ、そして使っていかなきゃって感じ、でございます。はい。いや、テンキラは、やっぱりテンキラ愛されてますね。はい。それではね、最後。字を覚醒。これは未生児なので、未生児ゾーンに移りたいと思います。はい、というわけで未取得コーナーでございます。で、1ページ目に字を覚醒います。はい、ではね、早速いきましょう。修正前、総戦闘力12,290が16,72に上がってます。400かで、HP33,336が31,094。まあ、1000いってないぐらいね。700、800ぐらい上がってます。で、攻撃力2076、2207、150ぐらい上がってますね。で、防御力3308変わらず。なるほど。ジオは HP と攻撃力が若干上がったといった。まあ、最も新しい。ね、去年の9月登場機体ですからね。テンキラは、その前の年の11月とかだったような気がします。はい、では通常必殺から見ていきましょう。僕はジオをね、持ってないのでいまいちピンとこないんですけど、はい、ではチェインだよね。この辺からチェインがね、始まったんだったよね。まあでも新しい機体だからね、そんな新しめの機体だから、そんなに
大幅な修正はないかな。はい、確認中でございます。あー、なるほどね。追撃パリー、パリー追撃が加わってます。あ、直撃も加わってる。直撃追撃パリー、なるほど。そしてあとは変わらずじゃない、能力低下無効解除が加わってます。はい、この3つですね。あ、かなり修正されてますね。シャーゲルよりもいいんじゃないか。直撃追撃パリ、そして能力低下無効解除。はい、で数値威力4748が4918150ぐらいで、上昇率が今まで 100% だったのが 200% になってます。 100% 上がってます。で合ってるよね多分。うん、あ、すごいね、 100% 上がってる。で持続変わらず、チェーン 3% 変わらずで追撃 200%。 あ、これはテンキラに勝るとも劣らない量修正なんじゃないですかね。うん、いやこれはすごい。まあ、必中はないけど、まあでもね、直撃入れてくれたので、よしとしましょうって感じで。いや、だったらなおのことね、シャーゲル必中欲しかったですね。いや、これはいい修正ですよ。これはいい修正。はい。これは、これ A 評価だな。現時点。現時点で A 評価修正ですね。はい。これはジオ復権あるかも。まあ、必中ではないからな、ってのはありますけど、まあそれでもね、直撃でパリ追撃持ってるのは GA でも使えますね。はい、そしてそして戦闘態勢、はい、これはどうかな。これは何が加わったのか。あ、ノイズ耐性不要が加わってます。で他は特に変わらず、数値変わらずなので、ノイズ耐性不要が単純に加わりました。まあこれ優秀でしたよね。まあ自分のみですけども、もろもろ耐性プラススーパーアーマー、うん、これは良い、もともと良いので、でさらに良くなった感じですね。で第2スキルビームソード、これも変わってますね。チェーン攻撃、ここにチェーン攻撃が加わってます。であとは、あとは、あ、ビーム攻撃上昇が加わってます。この2つですね。はい。で威力4105、4253、150アップ。で、あとは、上昇率。ビーム攻撃バフ 30%。まあ、そんなにって感じですね。で、他は数値変わらず、チェーン 2% チェーンが加わってると。はい、ビーム攻撃バフ 30% 2% かけ1チェーンといったね、この2つが加わりました。まあそこそこといった修正ですね。はい、では第3スキル専用ビームライフル、ここにもチェーンが加わりました。他は変わらずかな。威力3089が3199、100アップ。で、あとは変わらずの 2% かけ1チェインが加わった感じですね。なるほどですね。はい。まあね、チェイン始まった当初のね、機体なので、必殺とスキル1つにしかチェインがなかったところが、今回の修正でスキル3つにチェインがね、付加されたといった感じですね。はい。では最後。第4スキル、ビームソード連撃。これは一見変わってないようで、威力が3626が3755。まあ、100上がってないぐらいか。100上がってますね。100上がってる。で、回復量が、おお、すごい。70%。40% が 70% に上がってます。スノフォアだ。なるほど。あ、これなら即必殺打てますね。これが何手目なのか把握してないんですけど、で上昇率 1% 1チェーンが 2% 1チェーンになってます。ここはね、もともとチェーンがついておりました。これはかなりいいんじゃないか。回復量が 30% 上がっ
ったのはでかいですね。で、一気に必殺チュドンということができる期待になりました。いや、ジオはなかなかの良習性ですね。テンキラジオが当たりかなと思います。はい、それでは最後のエース必殺を拝んでいきましょう。どうかな。はい、チェインバースト、チェインバーストになってる。ではタグ、結構増えてるかな。もともと直線範囲攻撃だったんですよね。で、チェインバーストが加わって、で自分、あ、ビーム攻撃上昇、命中上昇、命中低下解除、この3つが、あ、チェインバーストと合わせて4つが加わりましたね。はい、いや、これはまたすごい修正じゃないですか。チェインバーストが入っております。はい、で、高価値威力5698が5902、まあ200上がって、そして上昇率が、ダメージは 100% 変わらず、そしてバフ、攻撃バフが 100% 加わったって感じか。ダメージ上昇 100%、 攻撃バフ 100% で、命中バフ 200%、 これでかいですね。そしてチェインバーストね、チェインバースト、ザ・チェインバースト 20% かける1チェインとなっております。なので、いや、これはこれまた大型な修正ですね。うん、チェインバースト機体、ハイドラとか、あとはオノサカガンダムで、アンカーか、アンカー、そしてジオで、チェインバーストと、まあ、あと、なんだ、ディビニダとか、あれも持ってるのか。5機体目？他にもいたかな。はい。といった感じで。いや、チェインバースト加わりましたね。いや、選びがいがありますね。通常必殺も、なかなか良さげな修正でしたし、このエース必殺もなかなか良さげ。両方大きく変わっております。良くなっております。はい。なので、ね、このジオ覚醒も、まあ、僕的情報修正評価 A 評価でございます。はい、ね、ということで今回の情報修正3機体はシャーゲル C、 テンキラ A、 そしてジオ覚醒 A、 CAA ね、 CAA といった僕の評価となりました。シャーゲルが残念ですね。シャーゲルちょっと残念だった。しかしテンキラ、そしてこのジオ覚醒、この2機体はかなり大幅な進化を遂げたと言えるんじゃないでしょうか。まあ、今のね、アリーナで使えるかどうかっていうと、テンキラはワンチャンあるかな。まあ、ジオも、まあ、直撃あるしといった、まあでも、まあ、シャーゲル含めて全てグランドアリーナで活躍するといった機体ですかね。今のグランドアリーナで全然使える機体になったと思います。まあ、シャーゲルもまあ使えるかな。うん。いや、でもテンキラの回復半端ないってですね。そしてジオ覚醒のチェインバースト。これもまた半端ないってかな。当たればね。うん。はい。まあでもね、あのガシャね、さっき、来ておりました。この3機体のガシャ。まあ、超越なかし目当てでちょっと引きに行きたいかなっていう感じかな、僕は。テンキラの超越なかし。あと確率、どんな感じかなんですけど、4%、4%、4%かな？どうかな？まあ、また後で、ね、チェック動画出していきます。はい、とりあえず今回はもう完全に情報修正チェックの動画にいたしました。情報修正前、あと、ね、比べてみたんですけど、まあ参考にしていただけたらなと思います。ではまた、この3機体のガシャ動画出していきますので、チェックよろしくお願いいたします。それでは以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク破り。